車が苦手なあなたでもきっと好きになる。好きになりますよ。東海ラジオ版大口ひろし歯科クリニック放送局です。では今日はですね、顎関節症になる原因について先生にお伺いしようと思います。はい、今日もですね、お話ししていただきますのは、骨をドリルで削り取らない、痩せた骨でも対応できる、大口式インプラントの考案者、岐阜駅前の大口博士歯科クリニック理事長の大口博士先生です。先生、今日もお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では早速ですね、原因、まあ、もしかしていろいろね、あるのではないかとは思うんですけども、主にいくつか。はい。主の原因はね、笑い事じゃないんだけどね。いや苦しいよ、顎関節になるとね、まず痛いでしょ。やっぱ痛いんですか。もう痛くて仕方ないらしいよ。骨がこうね、やっぱ、もうね、ここって脳に近いしね、痛い、はいはいはい、それとね、耳鳴りしたりしたりね、耳鳴りもですか。それからね、あのガリガリ落としたりね。あ、ガリガリ、口は開けづらくなったりね。あ、まあ三大兆候だな。はい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 、痛い、はい、口が開けにくい、開けにくい、それはガリガリ音がする、音がする、ジャリジャリになったらもう最悪ね。前回教えていただきました、砂のような音、ジャリジャリね、もう最悪だな、もう外科手術しかないね。ね、それはね、だから、顎関節症、そういう症状ですね。それで原因いきましょう。原因はですね、まず、噛み癖ですよね。噛み癖、噛むときにね、よくね、両方で噛むといいよって言われてるよね。はい、片噛みは良くないよって言われてる。そうで、均等にというふうに、はい、例えば、右側だけで噛む人ね。あ、何でもこう、自然にとかいう、自分の中で噛ってる。右利きの人は右側で噛むことが多いみたい、左利きの人は左側で噛むことが多いみたい。で、そういう噛み癖で、噛み癖には要するに、どっか歯が痛がって、あるいは噛みにくいとこがあって、それで右で噛んでしまうとかね。ああ、そこを避けてってことですね。それだと、噛み合わせが悪くてね、歯並びが悪くて、どっちかというと左の方が噛みやすいなとかね、前の方が噛みやすいなとかね、まあ、その噛みやすいところで噛んじゃうんだよね。で、歯並びも原因してる。おお、歯並び。それから寝癖。寝癖。はい。寝るときに、あの、うつ伏せにこう寝る人いるでしょ、こうやって。ああ。そうですね、いつも顎をガーッと押してるんだよね。そうですね、こうやってグーッと押した状態ですね。寝てると、そう、相当これ圧迫されて、はい、顎関節症になったりね。あ、そう、下顎をこう圧迫、この骨まで来る。そう、で、まあ横で寝る人もね、こういうふうに圧迫するよね、はい、そうですね、それも顎関節症ね。それから、歯ぎしりするんですよね。歯ぎしり、夜中にギギギギギやりますね。私、歯ぎしりはしませんよってよく患者さんに叱られるんだけどお口の中見ると歯がすり減ってるのね、はい、歯がすり減ってるので歯ぎしりしてるよな。はい、してますね。ピカピカになってる人いますからね。ピカピカになってるね。下手すへこんでるよね。へこんでます。だからそういう人たちは重症だよな。そうですね。で、そういう人たちは噛み込んでることもあるんだよね、ぐーっと、ぐーっと噛み締めね。はい、音はしなくても噛み締めしてるからね、はい、それから、ストレス。あ、ストレス、まあ、現代社会ストレス多いでしょ。そうですね、ストレス社会で、ね、思わずね、ストレスが多いとね、起きてる時でも、ギュッギュッと噛んだりする癖が出たりね。ああ、なるほど。そういう人いるよね。なんかこう我慢じゃないですけど、いつもグッと噛んでる人もいるよね。ああ、はいはいはい、ね、食いしばってる人ね。そうですね、見えますね。で、そういう人は癖になってるよね。だからよく、あの先生はその安静空撃って言うんだけど、はい、普段ポケットしてる時で2、3ミリ開いてんだよな。ああ、お口は勝手にってことですね。勝手に口は閉じてるんだけど、肩は開いてんだよ、2、3ミリ。はいはいはい、はい、で、その、そのポケットした状態が一番いいんだよね。ああ、なるほど。そんなに力が加わってない状態ってこと。だから紙に書いて、いろんなところに貼ってね、はい、今食いしばってないかってことをね、いつも書いておくと、はい、あ、今食いしばってるって言って、ちょっとこうポケットした感じにね、直せるでしょ。力をそうですね、抜けますね。そう。それとね、机の前にじーっと座ってこうやって仕事する人ね。ああ、はい、今、ね、多いですかね。コンピューターやるしね。はいはい、こういう人たちもね、なりやすいよね。そうなんですか。だから姿勢がいつもこうだからね。ああ、確かにこう前、同じ姿勢だから。それと、さっき言ったね、2級の、あの噛み合わせの悪い人の話だね。はい、噛み合わせの悪い人、はい、あの実はね、噛み合わせの悪い人って、ね、鼻に悪い人いるでしょ。見えますね。特にその中でも、2級候補って言ってね、
2級候補、はい、1級候補は正常、はい、上と下がきれいに並んでる人は1級候補、はい、これはこの感じね、そうですね、先生みたいな感じで、先生きれいですもんね。で2級いうのは下が奥に入って、はい、上が出る出っ歯だな、あちょっとこう出てる方、うん、で3級いうのは受け口逆ですね、こういう感じね、うんうん、で一番学官接種の多い人は2級候補が多いと言われる、まあ、もちろん3級も多いんだけどね、あ、はいはいはい、なぜ2級候補が多いかというと、はいはい、噛む時って垂直だけじゃないんだよ、横にこすって食べるんだよな、そうですね、うん、はいはい、こういう運動をするんだよね、いろんな、はいはい、その時にガイドが前にあるもんだから、はい、ガイドがないんだよ、奥までガイドしてんだよな、あ、こうやってやってもな、はい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 、前の歯でガイドできないんだ、こうやってこういう感じ、うん、ついちゃってるから、うんうん、こうなってるからね、上がちょっと前に出てるから、そうそう、いくらこうやって動かしても、うんうんうん、お互いに接触しないんだよね、うんうんうん、そうすると学科生になる、うん、あ、なるほど、おい、だからぜひ歯並び直しましょう、そうですね、日本中はね本当に歯並びの悪い人多い本当に多いですよ、今アジア人のね東南アジアの人たちも綺麗に鼻を直してるよ、うん、多いですね、なぜ日本人はこんなに鼻を直さないのなんでですかね、最近ちょっとね皆さん意識が多少は良くなったね、多少は、ね、うん、まあ救いだけどね、そうですね、うん、できるだけ直しましょう、はい、まあそういうことですね、はい、はいはい、先生ありがとうございました、はい、どうぞしまして、あなたの豊かな人生のためにまずはお口の健康からですね、骨をドリルで削らない大口式インプラント法のほか、独自のホーム矯正法で対応しています。まずはお口の健康からですねの大口博歯科クリニック。